こんにちは、バイスの友です。今回お届けするのは世界初の映像、中国からのアーティストルー・ヤンです。彼女の最新作品ユートレスマンという作品から、今回トレーラーをご紹介します。日本のサブカルから影響を受けている彼女、日本のサブカルということで今回奇想漫画家の加護慎太郎先生に来ていただきました。ルー・ヤンという中国からのアーティストなんですが、前作がザ・ビーストというエヴァンゲリオンから影響を受けている映像でした。それをバイスの姉妹サイトのクリエイターズプロジェクトというサイトに載せたところ、日本からのアクセスがすごい上がって、いろんな物議を醸したんですが、そのザ・ビーストを見てどうでしょう。いわゆるパロディとはまた随分違うベクトルでしょう。あれはアニメオタクの人は大まかなアートっていう枠組みに対するこう拒否反応的なものも多分あると思うので、特にその顕著なのがあの村上隆さん、アニメとかいわゆる萌え系の絵柄を使って海外にアートとして売ってるわけでしょう、あの人は。でそのことに対して日本のじゃあ一方でそのアニメとかそういうのが好きな人っていうのはものすごい拒否反応があるわけですよ。その中でそれに近いんじゃないのかな。あれが男でがやってるとか、男がやってる女男だと、割となんかありかなありかなみたいなところもねあると思うんですよね。でアーティストも女性っていうところで、あ女性がカエルの死体やってんだみたいな、なんかやっぱそういうのもねあると思うんですよ。このエロ漫画女が描いてんだみたいな感じ、あの意外性、実は女だったという、いやそういうのはね絶対あるはずなんですよ。カエルの死体に電気を流して動かしてダンスを踊らせるっていうのをやってたわけでしょ。で僕の漫画でも人間戦車、あの体を操るみたいなものがあったので、人間の死体に電気を流して動かして本当に戦車みたいに動かすみたいな感じのことをぜひやってほしいですね。子宮に無理やりつなげるとね、こう女性の体ということでね、でそこからこう胎児がこう大砲みたいにボーンと出てくるとか、で戦争映画を撮るっていうのはどうですか ね戦争撮っちゃう、それではユートレスマン本編1分半の映像です。どうぞ。